チャールズ・ハレサー、チャールズ・ハレは、ドイツ出身のピアニスト、指揮者、作曲家。フランスやイングランドで演奏家として活動し、1858年に、イギリス最古の専門家のオーケストラである、ハレ管弦ンン楽団を創設した。ドイツ名は、カール・ハレ。プロイセン王国ベスト・ファーレン・シュハーゲンにて、クリスティアン・フリードリヒー・アンドレアス・ハレとカロリーネ・ブレンシェットの間に生まれた。 オルガニストであった父親からピアノの手ほどきを受け、1835年にダルムシュタットでクリスティアン・ハインリッヒリンクに支持する。1836年にパリへ行き、1848年の革命騒動まで同地で暮らした。この頃にルイジ・ケルビーニやショパン、リストラの芸術家と定期的に交流し、アルフレッド・ドミュッセやジョルジュ・サンドラの文学者と親交を結んだ。 その後は、ジャン・アラールや、オーギュスト・フランショー村と室内医学の夜の連続講演を始めて成功するが、1848年革命で、妻と二人の息子を連れて、ロンドンに避難し、やがてマンチェスターに落ち着いた。1850年に、自宅で、1861年からは、ピカギリーのセント・ジェイムズ・ホールにおいて、リサイタルを模様し、ロンドンの音楽界の一端を担うようになる。 また、ピアニストとしてだけでなく、指揮者としても各地を回った。ハレは、イングランドで初めて、ベートーベンのピアノ・ソナタの全曲演奏を行ったピアニストとなり、ハレを通じて初めてベートーベンがイギリスの一般大衆に知られるようになった。ジョン・エラによって設立された音楽同盟やポピュラーコンサートに参加し、1853年からは、マンチェスターの ジェントルメンズコンサートの監督に就任する。マンチェスターでは自身の連続演奏会に着手し、イングランドでは前代未聞の水準のオーケストラを立ち上げた。ハレは1888年にイギリス楽団への功労により叙勲されてナイトになった。同年、バイオリニストのビルマ・ヌールマンイコールネルーダと再婚する。ビルマ・プジーンは1864年より 指導的なバイオリニストとして活躍した職業女性演奏家の尖閣者であり、卓越した演奏家同士としてしばしば、ヨーゼフ・ヨアヒムとも交流して、男性演奏家との比較に耐えるだけの技巧を身につけた。1895年に晴れが要さるまで頻繁に夫妻で共演し、1890年と1891年には二人でオーストラリアに演奏旅行を行っている。 夫の死後も音楽活動を続け、例えば1907年には、ヨアヒムの追悼演奏会にも出演した。1901年には、王妃アレクサンドラから女王のバイオリニストの称号を授かっている。1995年10月25日に晴れ没500周年を、記念し、ハーゲン高等専門学校において、ピアニストのボルフガング・グレムザーが、 このハーゲン出身のコスモポリタンの栄誉を称えて、ハレの作曲したピアノ曲の世界初演を行った。ハレはイングランドの音楽文化や音楽教育に重要な影響を及ぼした。ロンドンの聴衆にはもっぱらピアニストとして知られており、その演奏は深みよりも正確さゆえに、暖かさよりも凍徹した明晰さゆえに、また強力な個性よりも 譜面の完璧な再現ゆえに、聴衆に知れ渡ったらしい。それでも、最も重要なのは、上辺だけの忠実さで作曲家の着想を伝えたのではなかったことである。非公開の場で晴れのピアノ演奏に接する特権に、預かったものや、晴れの四季の力強さや、美しさ、想像力豊かなぬくもりを堪能することができたものは、全くの異論を唱えるだろう。これについて、 そのような人たちは、間違いなく晴れを、最先端に立つ最も情熱的な芸術家としての、共感や、あらゆる学派に対する非凡な理解力、それに鋭いユーモア感覚の持ち主と認めたのである。晴れは最高の音楽をめぐって長く熾烈な戦いを、続けたが、そのために、自身の芸術の気高さを失念することは、決してなかった。晴れは、演奏技巧を若い頃に、つまりは、 リスト以前の時代に習得したため、比較的新しい音楽を演奏するにも、持ち前の軽やかさや、正確さによって、音楽の機械的な伝達手段を見事なまでに、隠し押せたのであった。ありがとうございます。